こんにちは。やっほー。約30分ほど配信をしていきたいと思います、ということですけども、こんにちは。時兄さん、ミラーボールありがとうございます。じゃあ歌いますね急に遠くを睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。ありがとうございます。時兄さん、ミラーボールありがとう、ありがとうございます。目がかゆい、かゆいってか、まあいいや。こんにちは、元気ですか。アラームですすいません、消し忘れ。こんにちは。キモキモがいっぱい。やっほー。お顔にビタミン C を入れていきます、暇だから。この年をね、感じやすいアイゾーンっていうところに入れていくんです。大事。在宅勤務でニート中ってどういうこと？むずいむずい。在宅ならニートじゃないんじゃないの？在宅勤務でニートっていうの？むず。日本語むず。こんにちは。パンダさん、ハートありがとうございます。明日投資ってやばくない？なんで今日、昨日帰ったんだろう、謎なんだけど。普通にいて自主練したか、まあでも時間的にもあれだったし、まあいいんですけど卒業できなくなっちゃうし、やばいので、いいんですけど、ありがたいんですけど、その分ドボンがやばいまあ頑張ります。サットさん、ハートありがとうございます。
んか鏡で見る方が、なんかこの画面通して見るより鏡で見る方が自分可愛いんだけど、なんでなんでつらっ、めっちゃつらっ。え、普通さ、ショールームで見、そのショールームじゃなんかフィルターとかかけてるからとかってあるかもしれないけどさ、かけてないし何もしてないのにさ鏡の方が可愛い。うん、あ、この鏡が漏れる鏡だったっていうことですかね。おかしいな、なんでだろう。え、全然顔違うんですけど。うん、なんで？謎。パンダさん、ハートありがとう。キュンです。ありがとう。痩せます。顔がデブと言われたので痩せます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。息はしてるさすがに配信しながら息止めて自分で死のうとは思わない顔が大福みたいデブだねって言われたので悲しいですね。今いや、そうなんですけどね。私はお顔とか
ウエスト周りはあんまり食べた直後しか出ないけど、顔とかそこら辺についちゃうんですよね。そう。自覚のない自覚自覚のないかもしれないけど、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。泣いてないよ、泣いてないけど悲しい気持ちにはなってます。はい、こんにちは、こんにちは、うん、太郎さんハートありがとうございます。キンです、ありがとうございます。眠眠にゃんこだってかわいい。確かに眠たい、それはある。すごい眠たいんですけど、パンダさんハートありがとうございます。キンです、ありがとうございます。でもね、8時間くらい寝てるのに眠いんですよ。すごい。うん。そう。そんな寝てんなって感じ。でも眠たい。なんか丸一日何もしないでずっと寝る日を一回作りたい。でもとりあえず22が終わって、ね、どうなるんだろう、レッスンとかが入るのかどうなのかっていうのが分かんないけど、土日とかちょっと一回休みが欲しいですね。でも私よりも大変な人がいるっていうのを考えたらなんか弱よ、なんていうの、休みがとか言ってられないなと思うので、
998日ありがとうございます。ありがとう。マックミックさんハートありがとう。なんか昨日その行った病院、行こうとしてた病院がそのなんか初めて行くところで、すごいなんか設備的にはめっちゃ良かったんですよ。そのインターネットとか調べたらめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、なんか口コミみたいな Google マップさんの口コミの欄がすごい荒れててそうで、なんか元々行こうとしてたんですけど、え、こんなめっちゃ荒れてるじゃんと思って行く直前に見て、で結局なんかもう一個近いところに、そう、その病院と近いところにあったのでそこに行ったんですけど、まあ、でもすごく優しいおじいちゃんでした。はい、お顔はごめんねなんかほっぺが大福みたいってデブだよってコメントがあったので、ちょっともう出せないもう出せない。なんかこういう CD ジャケットありそう。確かに、ぜひ使ってください。口コミの点数とかめっちゃ低かった。その最初に行こうとしたとこ、なんかその場所があんまり分かんなかったから Google マップさんで見たんですけど、そしたら口コミってとこあって、そこ見てみたらえっ、ー、と思って、そう、でも予約とかがいらないあれだったから、どっちも予約せずにでよかったんですけど、さあそれでは終わります。時間も時間なので、ありがとう、こんな微妙な時間の配信で来てくれてみんな本当にありがとう。ダブルピース。それでは。
ランキングを。すごいなんか泥棒さんみたい顔。昔の泥棒さん。え、かわいい。今 GU さんからあれが来て、通知が来て、え、かわいいと思ったんですけど、鬼滅とのコラボだった。鬼滅全然知らないやつがこんなん来てほしくないわ。うちだったら、私が AKB をすごい好きじゃないですか。でその中でAKB のグッズとかが出てて着てる人いたら、え、AKB 好きなのかなって思っちゃう。でも全然鬼滅知らないから。買えないわ。うん。ランキングいきまーす。1位パンダさんありがとうございます。2位竹兄さんありがとうございます。3位マックメックさんありがとうございます。4位ともゆきさんありがとうございます。5位赤花のソルティさんありがとうございます。福井船右衛門さんありがとうございます。7位ジョシュアさんありがとうございます。8位バージョン R さんありがとうございます。9位ムロキック69北海道地球岬さんありがとうございます。10位長崎県民さんありがとうございます。11位お肉さん、ん、無低浮上0293イコールお肉さんアットマヤの歌さんありがとうございます。12位ブルーアット台湾さんありがとうございます。13位シュンゴさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はアマオさんです。ありがとうございます。ネズコやってたじゃん。あ、他の女と勘違いしてるこの人、それは多分他の女です。うん、一番良くない。あれですよね、あの他の女の子と会ってる時に別の女の子の名前出しちゃうタイプの方ですよね。え、ここ、この間も来たけどさ本当に美味しかったよねここって言いながらレストランに入って、その女の子はでも初めましてで、あれってな、女の子がちょっとうん、うん、ってなってるタイプの人ですねきっと。浮気症ですか。気をつけてくださいね。うん、それではやってたやんってくるんですけど、私じゃない、私やってないマジで。やりたいなとは言ったことあるけどやったことない。うん、それでは本日は皆さんありがとうございました。髪の毛いっぱい食べてる、ありがとうございました。また明日が、明日は夜目にできると思うのでぜひ夜見てください。よろしくお願いします。それではバイバーイ。